皆様おはようございます。ルミナスタジオバーチャルクリエイター、テルナリコイドです。今回はね、アンジェリカからメッセージが届いておりますので、そちらを先にお読みいたしましょう。皆様ご無沙汰しております。年末年始の繁忙期も過ぎ、落ち着きを取り戻したところで、2020年一人新年会を開催させていただく運びとなりました。昨年は反省会でしたね。何が一人新年会だよ。今年は様々なネタ集めも含め、札幌からおよそ 200km 離れた層雲峡温泉へ向かいます。もちろん車載動画会を実施いたしますが、毎度姫様にアドリブを振るのも変わり映えしないと思われますので、今回は趣向を変えて移動中にいくつかの質問をご用意いたしました。名付けて超アドリブインタビューです。なるほどね。そういう超アドリブっていう意味だった。いや、びっくりしたわ。はい、その通りです。寺谷光陽はね、もう20年前、2000年ですね。2000年に、名乗り始めたハンドルネームでした。ね、あれ、あの時、まだインターネットが 64kbps で高性能って言われてた時代ですからね。ISDN ですよ、ISDN。ダメ人間って言うなよ。一応頑張ってるインディーズの人たちもいるんだから。まあでも、俺自身は、作曲で生きていくっていう風に頑張ったんですけども、まあ、結局、まあね、挫折したわけですけどね。一応ね、始まりはね、中3だったかな。うん。ちょっとね、某雑誌に載っちゃって。これね。確かにその通りなんです。高校で入って音楽の専攻に入った時に、リコーダーを買わされたんです。で、その時のリコーダーがイスラエル製の木製の高級リコーダーで、アルトとソプラノ両方買わされて、それがそれぞれ1万2000円ぐらい、合計2万4000円ぐらいしたんですよ。あれは高かった。でもね、音質はすごいいいんです。おかげでリコーダー曲をね、ガンガン作るようになったんですね。そうね。ルミのキャラはね、確か専門学校時代だったかな。俺がまだオンラインゲームでマビノギをやっていた頃に、エミルクロニクルオンラインになるあのゲームがベータリリースされまして、で、その時に、二次色があったんですけども、もうそれの、キャラの原案として、元ネタは、サラタンです。そう。ルミは、実際、サラタンです。オッケー、ん、あ、もっと早く言ってほしかったな。うん、もっと早く言ってほしかったな。うん、まあしゃあない、旭川に行こう。確かね、それはね、まあ俺音楽無理だっていう風に判断した後にファンタジーアースゼロをやってたんですね、その時で。その時のなんかプレイ動画を作ったんですよ。で、それが思いにハマっちゃって、で、まあ作り続けてたら今度は実写動画を作りたくなったっていう、まあそれだけですね。もうそっからがもう実質ルミナスダイアリーの始まり。それ今言うこと、それ今言うことなのかな。まあね、始まりはね、小学4年生ぐらい、初めて性に目覚める頃でしたね。初めてので、ね、達するときに、のイメージが突然、シャボン玉に変わってしまうっていうね、そういう現象に見舞われたんですよ。もう突然です。何のイメージもしてない。その時が目覚めた時の始まりだった。やめなさい、そんなとこで言うのやめなさい。やめろ。やめろ。自分の性癖さらだけ出してんじゃないかよ。まあ、でも、ね、アンジェリカのようにシャボン玉をするっていう、そういうシチュエーション俺も嫌いじゃない。うーん、俺は特にね、この自分のようなそういうのも好き。あとはそう、変えて
とかさ、まあ俺がそういうやべえやつっていうのもあるけど、やっぱりそういうとこって、あ、はい、わかりました。続けたいって、まあ俺続けたいっちゃ続けたいけどさ、一応 YouTube 的にはさ、これなんて言えばいいんだろう、隠さないといけないでしょ、いろいろとね。高えな。やっぱり高えな。まあキャッシュレスだからそこから 2% は引かれるんだけどさ、まあとりあえずはね、旭川に降りてね、初めてではないですけども、旭川に降りてこの旭川駅前イオンモールに立ち寄るのは初めてです。さあどんなね、中身が待っているのかちょっと気になるところですけどもね。さあ止めましょう。というわけでやってまいりました。旭川駅前のイオンモールでございます。オレンジの近くにもね、イオンモールはあるんですけども、それとどういう違いがあるのかなっていうのはちょっと気になるところです。見た感じさ、ね、ほら、ちょっと、でかくない？ちょっとでかそうでね。なのでね、なんだ、地域特有の何かがあるのかもしれない。ということで、ちょっと行ってみましょう。うん。いやー、イオンだった。孫がなきイオンだった。マジでイオンだった。もうどっからどう見てもいや、もうちょっとね、イオン、地域のイオンらしさっていうのが出ればよかったんですけども、もう、まごうことなきイオンでしたね。札幌と同じイオンでした。もうね、草越えて森越えてモーリーファンタジーでございますわ。ちょっと期待してましたけど。まあ、とりあえずは、昼飯とちょっと補給を済ませてね、このまま層雲峡へ向かうことにいたしましょう。うん。果たしてね、この後、どんな質問が来るのかっていうのをちょっと怖いんですけどもさ、シャボン玉の質問を、こんな、公の場所でするとは思ったけどさ、確かに、俺は、シャボン玉のやべえやつ、なんでは、ではありますけどね。ほら、体もシャボン玉だし、アンジェリカもシャボン玉だしさ。ちょっといろんな素性をばらされたら、まずいような気はするけど。